お前崎市内にある幼稚園などの再編統合事業について予算案が議決された後、市長に事業の見直しを求めていた市議会の議長と副議長が議会を混乱させたなどとして辞職願いを提出しました辞職願いを提出したのは御前崎市議会の河原崎刑事議長と渥美昌弘副議長です お前崎市議会では2月の本会議で幼稚園、保育園、こども園の再編統合事業を盛り込んだ今年度の予算案を議決していましたしかし河原崎議長と渥美副議長は5月末になってこの事業の運営方法を見直すよう柳沢繁雄市長に要望しましたこの動きについて他の市議が議決を無視した行動と非難 2人は手続きの手順を誤り議会を混乱させてしまったなどとして昨日議長職と副議長職の辞職願いを提出し受理されました2人は市議としての活動は続けていく考えです尾前崎市議会は明日の本会議で辞職願いに対する同意を得た後新しい議長副議長を選任する予定です